日間降り続いた雨が上がり、やっと撮影ができます。普段は水の少ない河原に水の流れがありますから、撮影したくなります。川幅いっぱいに水が流れることはおよそない川です。2日間連続で大雨が降り続いたのですから、ここに来て撮影したくなります。川幅が広いというのか、川が大きいのか、この程度の水量です。川の下流にヘリのカメラが向いています。ヘリの向きを少しずつ回しています。水が出たとはいえ浅い流れです。大型台風でも来れば川幅いっぱいに流れるはずです。まさに雨上がりの空模様になっています。この辺りは Wi-Fi 電波の取得ができる最適な場所です。Wi-Fi 取得ができなくて、ファントム3で撮影しています。